コーヒーハウス、コーヒーハウスの規則と、秩序コーヒーハウスとは、17世紀半ばから18世紀にかけて、イギリスで流行した、喫茶店で、社交上の機能も兼ね、大きな社会的役割を果たした。もともとコーヒーは、イスラム世界に発するものであった。16世紀半ば、オスマン帝国の首都イスタンブールに、世界で初めてコーヒーを提供する店が開業した。 カフベハーネと呼ばれ、喫茶点検社交場の機能を果たしていた。ヨーロッパにコーヒーを提供する店が登場したのは17世紀、半ばのことで、イスラム世界との交通の要所であったベネツィアに、初めて誕生したとも言われる。オックスフォード、ロンドンにコーヒーを提供する店が生まれたのは、新京都革命期である。1650年。 ユダヤ人のジェイコブという商人がまずオックスフォードで開業、それがイギリスで最初のコーヒーハウスとされる。1652年にはロンドンにもコーヒーハウスが開店し、王政復古ロンドン大化の時期を経て増加し、多くの客の溜まり場となった。コーヒーハウスでは酒を出さず、エキゾチックな飲み物とされた、コーヒー、チョコレート、タバコを楽しみながら、 新聞や雑誌を読んだり、客同士で、政治談義や世間話をしたりしていた。こうした談義や世間話は、近代市民社会を支える世論を形成する、重要な空間となり、イギリス民主主義の基盤としても機能したと言われる。一方、政治談義に危機を感じた、当時のイングランド王ジェームズ2世は1675年12月に、 コーヒーハウス閉鎖宣言を出したものの反対に遭い取り消した。王政復古に至る内乱によって社会に流動性が生じた結果、社会階層の秩序が緩んだために、階層縦断的な社交の習慣が成立しており、コーヒーハウスは共通の関心事について、伝統的な階層秩序を超えた集団を形成するには理想的な場所として機能した。一方で、 コーヒーハウスは、政治や経済など、特定の職業や目的に特化した、より閉鎖的な社交の場である、近代的なクラブの母体ともなった。コーヒーハウスは、情報収集の場としても重要な役割を果たした。有名な店にギャラウェイコーヒーハウスがある。17世紀中頃、当時の金融センターであった、ロンドンシティの取引所近くに開かれ、 多くの商人が情報を求めて集まったという。また、ロイズコーヒーハウスには、選手たちが多く集まり、店では、船舶情報を載せる、ロイズニュースを発行していた。店で、船舶保険業務を取り扱うようになり、これが、ロイズ保険会社の起源である。女性は出入りすることができず、男性客のみが対象であった。コーヒーハウスは、活気ある。 社交場として栄え、安城王の時代を通じて最盛期を迎えたが、18世紀後半以降は衰退していき、酒場や宿屋に転業する店も多かったという。一方、1717 17年にイギリスで最初のティーハウスであるゴールデン・ライアンズがしている。コーヒーに代わる、非アルコール飲料として、紅茶が市民生活に定着していくことになる。小林然景所。 P17 小林自然形象。P16 から17小林自然形象。P27 小林自然形象。P42、44。86AB 川北2005。ピアニッシモ。86、87。小林自然形象。P262 から 263AB 川北2005。ピアニッシモ。97、105。小林自然形象。P188 から199。 英国新士を虜にした、コーヒーハウスの近代史、小林自然啓所、P55 小林自然啓所、P274。ありがとうございます。